明治図書出版は日本の出版社で主に教職員向けの教育書、児童、生徒向けの学習書を刊行している。本社は東京都北区に所在。2012年12月に本社を豊島区南大塚から北区滝野川へ移転。1912年2月、京都府で教師をしていた藤原総太郎が歴史教育に興味を持ち、7年間かけて完成させた。 日本歴史地図92軸が原点。後に東京高等師範学校長となる三宅米吉のほか巧妙な歴史教育学者に好評を博し、藤原総太郎はこれを背負って単身状況。同年6月に日本歴史地図20軸として観光に至った。1923年9月1日、関東大震災に見舞われ小売店を兼ねていた。 事務所や六カ所の倉庫が焼け野原と化す。取引店の協力に触れ、藤原宗太郎は明治図書50年史にて、人の真なる心は苦難を受けたその時にわかるとは禁言であり、実に主言であるとこの時ほど思ったことはありませんでしたと語っている。昭和初期はファシズムの流れが強大になる中、新しい欧米の自由主義運動を展開する。 新教育協会の大部分の出版物を刊行関東大震災前を大きく上回る事業規模となる。ところが1940年、高度な国防出版文化の建設を図る新聞雑誌用紙統制委員会により、思想の統一と資材の統制を趣旨とする通達が出される。その結果1943年、大発集出版株式会社に統合される。3000ほどあった。 出版社が、この頃には200ほどに激減していた。明治図書株式会社は1944年3月に、解散した。昭和初期はコンスタントに50から100点程度で、推移していた、新刊点数も、戦中は大きく落ち込み、終戦の1945年は0点と途絶える。従業員の大部分が兵隊と徴用に取られていた、こと。 統制により用紙の資材不足であったことなどから、機関の増札を行う程度しか叶わなかった。敗戦後、1945年10月に2代目、社長、藤原正夫が就任し、教育出版事業を再開。藤原正夫は、先代同様、教師としての立場を経て、教育出版業界を志している。1959年、50周年記念事業の、 一般として学習書部門が発足し、夏休みの絵日記を発刊。学習書部門の立ち上げにあたっては、社長の藤原正夫が自ら全国の代理店を回って協力を仰ぎ、現在の礎となる販売網を築いた。これと、教育書の長年の歴史により、教育現場へ、明治図書の名が浸透していたことにより、順調な成長を遂げる。1961年、 小学校商品では、計算ドリル、漢字ドリル、私たちの東京、中学校商品では、ペンマンシップ、学級日記など、現在も発刊されている商品の原型となる商品が新刊ラッシュを迎える。1962年、現在の学習所部門における主要商品の整理と対策や積み上げテストを発刊。入試教材に関しては、いわゆる帯通達による、 都立高校の受験制度の変更によって打撃を受けるが、いち早く日常学習、家庭学習の教材を充実させる方針をとり、学習所も現場へ浸透していった。1965年、大塚社屋落成。1973年4月北区滝の川に物流部門を設置。1979年10月埼玉県川口市に、 コンピュータ制御による物流倉庫システムを設置。全社にオンラインシステムを完備。1983年12月前社長、藤原久を代表取締役社長に就任。1987年4月小学校の学習教材出版事業へ本格的に進出。1998年4月ホームページ開設同年12月、ホームページでの通信販売を開始。 2010年2月ホームページに教育記事データベースを開設し、電子書籍事業に参入。2011年5月明日の教育を作る人へのウェブマガジン、教育、ジネを開設。2012年12月本社を滝の川に移転。2014年7月教育書単行本の電子書籍の配信を開始。2015年12月、藤原光正、代表取締役社長に就任。 ありがとうございます。